コンシルジュさんのコーナーですね。あ、まだ到着していない。お、1、2、3とあ、到着。座るまでに時間かかる。いらっしゃいませ、はい、あ、到着しました。到着しましたね。はい、こんにちは。こんにちは、おはようございます。おはようございます。四つ足歩行伝道師に格上げをいつの間にかしていただきました。すばらしいね。数口でございます。よろしくお願いいたします。いや、本当にいい季節になりましたよね。なりました。イベントもですね、かなりこれから増えてきます、うん、そうだよね、うん、で歩いてるもとても気持ちがいいので、うんうん、気持ちがいいとまたその後もね、食事とかですね、うん、まあ、あえてビールはとは言いませんけども、朝ですからね。そっちの人たちも嬉しいんだ。夏のがほらなんかカーって感じだけど、秋でも美味しいですね。秋も冬もずっとじゃん。例えばね、いろんなところに行って、ね、美味しくご飯食べて、うん、まあ、でもその前に楽しく歩いてっていうのはやっぱ心にも体にもやっぱ美味しいっていうのが一番健康的にも、運動にもいいんじゃないですか。あると思います。いい季節ですよね。やっぱりね、どんだけ体にいいものを食べても黙って下向いて食べたらあまり美味しくもないと思いますし、みんなと食べたりね。そうですね、うん、両方大事かなというふうには思います、ね。まあ、身体って心と体ってやっぱり書きますからね。そうなんですよ。今日はなんだかテーブルの上に荷物がいっぱい。そうなんですよ、そうなんですよ。何をしようとしているのやら。はい、今日ですね、まあ、ちょっと事前にお知らせを、ちょっと書いたんですが、うん、明日から、明日からですね、うん、HCR 国際福祉機器展というのが、ビッグサイトであります。まあ、前回ギフト賞というのが出ますよという話をしたんですが、うんうん、今回国際福祉機器展というのに株式会社カインドやヘルス&ケア事業部初めて初出展します、うん。はい。で、まあ、総合的に商品いろいろ作ってるんですけども、うん、今回はその中でも、まあ、メイン商品であり歩行関連商品、うんうん、まあ、ステッキとかシルバーカーとかそういうふうなものですね、うんうん。今回はフィンレイソンっていうフィンランドの、うん、まあ、マルメッコよりも、まあ、もうちょっと前からあるようなですね、うんうん、ブランドと実は契約ができまして、うん、そのオリジナル柄のものを出したりとか、うん、そういった商品を紹介していきます。で、まあ、僕も一部ブースにはおりますので、うん、まあ、ぜひね来ていただければと、うん、アジアで一番大きいんじゃないでしょうかね。はい、すごい。とてもやはり注目をされている分野ですので、ぜひ行っていただければと。どんどん広めてもらって、本当に優しい国にね、どんどんなっていってくれたらいいですよね。はい、ちなみに東3ブース16-1、東3ブース16-1という、ところですね、うんうん。広いからね。広いんですよね。番号でちゃんと行かないとね、たどり着けないんだよね。お願いします。そしてですね、今日いろいろ持ってきた中で、ちょっとご紹介をしようと思っているのはですね、うん、じゃあ一応これで見るな。ロールトワレというですね、実は、介護という分野ではあるんですが、うん、防災のところも、まあ、弊社では、取り組みを、まあ、始めております、うん。で、こちらはですね、実は寛容のトイレ、うん、あ、大事よね。あれでもいいじゃない、渋滞の車でも。そうですね、うん、実はいろんな多様性があると言われてまして、で、まあ、もともと、まあ、名前の由来もですね、こういうふうに丸くなってるんですが、こういう状態のものが、まあ、ビニールですね、うん、状態のものがくるくるっと、まあ、いわゆるトイレットペーパー状態に丸まってます、うんうん。で、中に給水体が何枚か入ってるね。そうですね、20枚入ってますね。はい、やはりご家族とか使っていただけるように、うんうん。で、その中に吸収体、というのが入ってまして、うんうん、まあ、いわゆるおむつとかの中にも入ってるのもそうなんですが、実はこれもともとフランス製でして、あ、そうなの。院内感染を防ぐための道具なんですね。で、僕はちょっとこの短い時間でも実は、うん、ちょっとデモンストレーションをしたくて持ってきたんですが、うん、これを袋の中に入れます、うんうんうん。で、入れて、まあ、500ミリリットルの、うんうん、水があります。で、これを、この中に入れます、うん。え、そんなにドボドボと？ドボドボ入れちゃっていいです。これも水はですね、こんなに全部入れちゃうの？これだけ一気にトイレ出る方はいらっしゃらないと思うんですけども、うん、まあ、今これで話しながらですね、まあ、大体30秒ぐらいでしょうか。で、そうすると固まります。嘘、はい。あっという間、あっという間ですね。で、例えばおしっこの元の匂いってアンモニアですね。アンモニアになる前に、固まることで固めちゃうんだ。まあ、匂いも少ないと。
という状態です。本当だ。で、これが終わったら、袋の端についてるビニール、ビニール紐があって、これをこのまま引っ張ってあげることで、そのまま、もう密封されちゃうんだ。密封されちゃいます。へえ。で、固まってるので、もしちょっと穴が開いても、ここからピューッと出るのも、ゼリー状になってんだもんね。いないですね。あ、もうおむつと一緒だね。そうです。で、この状形状なので、要は手に触れることがない。まあ、院内感染予防ってそういうことなんですよね。なるほどね。まあ、実は世界中でも売られていて、今回、私の会社でも販売ができるようになりましたので、ご紹介すると。確かに病院だけじゃなく防災にもいいしね。そうですね。渋滞にもいいわ。まあ、はい。まあ、例えば、まあ、ペットの世話にしても、うちも猫がいるんでね、わかりますけども、匂いとかもありますし、これがあればですね、まあ、これ一気にこれだけいきましたけども、まあ、分けて使っていただいてもいいですし、いいかも。そうですね。まあ、こういったものもですね、今回ご紹介をしております。もうちょっとうまく説明できるかどうかわかんないです。いや、わかりやすいです。まあ、あれだけの量が一気に固まっちゃうのか、そうですね。はい。と思います。この、じゃあシリーズ化でテレビショッピング化しますよ。テレビショッピング化。ラジオショッピング化。クリスタル。ラジオショッピング。いいかしら。はい、またじゃあ情報を、はい、そのイベントで出てね、はい、収集して届けてください、はい。今月は展示会もその後にありますので、まあ、それはちょっとまた次回のステージにご案内したいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。告知バージョンで。そうですね、面白いですね。ありがとうございました。さあ、じゃあここで曲を紹介したいと思います。マーレーズで風に